ノルウェーの森では多くの登場人物が亡くなります。これに関して村上春樹さんはかつて次のように言っていました。ノルウェーの森を書いた時には僕の小説ではたくさんの人が死にすぎると批判されました。でも僕は好んで登場人物を殺しているわけではありません。僕らは大切な人が死ぬことを物語の一部として受け入れることに慣れていかなくてはならないはずだと僕は感じていたのです。そして具体的にある条件を課して書き始めていたようです。僕はノルウェーの森を書くとき、登場人物の半分を死なせようと思いました。半分は生き残らせようと。でも書き始めるとき、誰が死んで誰が生き残るのか全然予測がつきませんでした。書きながら考えました。だからあの本の中で死んだ人が全員生き延びて、生き延びた人が全員主人公も含めて死んでいてもおかしくはなかったわけです。また別の場所でも次のように書いています。主人公も含めて誰が死に誰が生き残るかはわからないけれど、6人の登場人物のうち3人は殺そうというのも決めていた。私はこの6人という数が引っかかりました。この6人は誰なのか考えてみましょう。主人公直子、緑、長沢、玲子、この5人を入れてしまうと、死んでいるのは直子だけなので、この時点でおかしいことになってしまいます。あと1人加えても6人中最大で2人しか死んでないことになるからです。では逆に作中で死んでいる登場人物を挙げてみます。直子、初見、木月、緑の父親になります。先ほどの5人から玲子を外し、木月と初見を入れると6人中3人が死んでいることになり、作者の発言通りになります。つまり6人の登場人物とは主人公、直子、緑、長沢、初見、木月ということになります。しかし玲子が外れていることに違和感があります。初見や木月よりは玲子の方が作中における重要度は明らかに高いからです。それでは玲子を入れた6人の登場人物を考えてみます。主人公、直子、緑、玲子、長沢、木月、もしくは初見、いずれも死者は2人です。緑、長沢、玲子のうち1人が死んでないと数が合いません。ここで作中の表現で気になる部分があります。冒頭でノルウェーの森が流れるシーンです。僕は37歳で、その時ボーイング747のシートに座っていた。ハンブルク空港に着陸しようとしているところだった。そしてノルウェーの森が流れた時に、いつもとは比べ物にならないくらい激しく僕を混乱させ揺り動かしたとあります。なぜいつもとは比べ物にならないくらいなのでしょう。この時主人公が置かれている状況がいつもとは違ったのでしょうか。ハンブルク空港はドイツにあります。ここで気になることがあります。初見さんの死についてのシーンからの引用です。彼女の死を僕に知らせてくれたのはもちろん長沢さんだった。彼はボンから僕に手紙を書いてきた。この時長沢さんは外務省の職員としてドイツで働いていることがわかります。そして冒頭の飛行機が到着するのもドイツです。長沢さんが何らかの理由で命を落とすことになり、そのため主人公が冒頭のシーンでドイツに向かったと考えるとどうでしょう。主人公、直子、緑、玲子、長沢、初見のうち3人が死んでいることになります。またその際に聞いたノルウェーの森は当時のさまざまな記憶を思い出させることとなり、いつもとは比べ物にならないくらい激しく主人公を混乱させ揺り動かすことになるのではないでしょうか。村上春樹さんの発言をもとに解釈するとこのように考えられるのですが、いかがでしょうか。